はい、こんにちは。今日もですね、ご質問をいただきました。本日のご質問でございますけれども、ブラックコーヒーさんという方からのご質問でございまして、こんにちは、はじめまして。いつも楽しく拝見しています。お腹が出てきたので一念発起し、自宅で筋トレを始めて3ヶ月が経とうとしています。少しは成果が出てきたのかなと思うのですが、効率よく理想の体、かっこ細マッチョよりちょっとごつめですになるためにいつも迷うことがあります。それは筋トレとダイエットを並行して行うのがいいのか、それとも筋トレをしてガンガン食べて筋肉をつけてから減量した方がいいのかです。現在は仕事柄あまり太りたくないので、筋トレを頑張り、食事は高タンパク低カロリーをと気をつけながらしています。周りに筋トレに詳しい人がいないので、アドバイス頂戴できれば幸いです。長文失礼いたしました、というご質問でございますね。ここでですね、今回のご質問の中でのポイントというのがですね、何点かですね、文言としてありまして、まず自宅でですね、筋トレを始めて3ヶ月というところですね。そして目標とする体がですね、細マッチョよりもちょいごつめというところですね。そしてまたね、ここが最大のですね、ポイントとなってくると思うんですけれども、仕事柄ですね、あまり太りたくはないというところでございますね。この3つがですね、今回のこのご質問の中でのポイントとなってくるですね、話になってくるんですけれども、実はですね、このブラックコーヒーさんとですね、非常にですね、私の目標がですね、似ておりますね。逆にこう似ているからね、質問をいただいているのかもしれないんですけれどもね。そういったところで、まずですね、この中で一番手っ取り早いですね、話なんですけれども、やっぱりですね、細マッチョよりちょいごつめということなんで、イメージとしてはですね、こう全体的にこう脱いだらですね、こう実はですね、腹筋がバキバキだったというようなところの細マッチョではなくて、T シャツと服を着ててもですね、ああなんか筋トレやってんなと、なんか鍛えてんなこの人はというぐらいのですね、ところをおそらくですね、ブラックコーヒーさんは求めているんだと思いますので、やはりですね、筋トレをもう今まで通りガンガンやっていただきまして、そしてある程度ですね、脂肪はつくのは覚悟していただきまして、もう食べていただくというのがね、やっぱり一番筋肉をつけるにはですね、早いと思います。ここでですね、問題があるのが、あまり太りたくないというところなんですね。私自身もね、太りたくないんです。ちょっとスーツをですね、着る仕事なもんですから、あまりですね、太りたくないんですよ、私自身もね。スーツがね、あんまりこう太っちゃうとですね、似合わないですね、体になってしまいまして、ただでさえですね、私自身身長がね、ちっちゃい小柄な体型しておりますので、本当にね、着る服がなくなっちゃうと言いますかね、結構ね、仕事に支障が出てくるんですよね。外見的な話だけでもないんですけれども、太ることによってですね、私自身ね、仕事にちょっとね、影響するところがね、あるものですからね。私も考え一緒なんですよね。で、そうなってきますと、やはりですね、緩やかな曲線で増量をしていただくと。そして、減量していただくというような流れになってくると思うんですけれども、これからですね、季節的にですね、夏になってくると。で、ブラックコーヒーさんの方で、やっぱりね、夏は脱いだ時にですね、腹筋がバキバキにね、なってた方がね、いいよね、というのを優先するんであれば、ここはですね、もう減量、今年に限ってね、もう減量しないことにはですね、シックスパックにバキバキになりませんので、とりあえず今シーズンは減量していただくと。その代わりですね、筋量はですね、そんなに上がらないと思います。ただですね、筋トレを始めて3ヶ月ということなんで、もしかすると、私のようにですね、もう何年もやってるわけではないんで、筋肥大効果あるかもしれないですね。ただですね、そんな極端な伸びはないと思いますので、とりあえず筋肥大効果というよりもね、夏に向けて、減量をして、そしてバキバキの腹筋になってですね、ある程度脇口からですね、増量に取り組んでいただいてということで、緩やかなですね、増量と
というような流れでですね、計画を立てていただければね、いいのかなとは思いますね。まあそれでいやいやとバキバキのシックスパックの腹筋よりもある程度こう大胸筋とかね、まあこういった肩周りとかね、ごつさを優先するのであればですね、今シーズンはですね、ある程度ですね、腹の肉なんかはですね、覚悟していただいてね、まあ緩やかにですね、増量していっていただければですね、解決できるのかなと思いますね。まあそんなところでですね、今回の回答は以上になります。またですね、私にですね、ご質問等ありましたら分かる範囲でですね、お答えしたいと思います。そういったことでまた動画の方を上げていきたいと思います。最後まで見てくださったあなた、これも何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。最後まで見ていただいてありがとうございました。今回のネタが良ければグッドボタンをお願いいたします。私に聞きたいことがあればガンガンコメントください。それでは次回の動画でお会いしましょう。